アンドレ・ドゥバンベを受訓した。1929年にアンリ・ジェルベクスの後任として芸術アカデミーの会員に選ばれた。パリで没した。代表作の突撃はパリのモンマルトル大通りでの警察とデモ隊の対立を見下ろした視点で描いたものでオルセイ美術館に収蔵されている。イラストレーターとして子供向け書籍の挿絵や雑誌のイラストも描いた。 ありがとうございます。